山崎幸太郎と内山拓也の政治哲学チャンネル。こんばんは、森哲子です。今回のテーマは LGBT と身長配管事件。それでは山崎先生、内山くん、よろしくお願いします。こんにちは、内山拓也です。本日も山崎幸太郎と内山拓也の政治哲学チャンネルを始めたいと思います。今先生、 LGBT の問題ですけれども、まずまあ一番初めに杉田水脈さんの、まあ、論文という、僕はあれは論文とはちょっと言えないんじゃないかと思うんですけど、まあ、論文ということで、うん、その問題が事の発端になって、でその後それを擁護するつもりで小川栄太郎さんが身長45でですね、杉田水脈さんの擁護をし始めたと。で擁護をし始めたら今度は後ろから援護射撃するつもりが、まあ、むしろ自爆してですね、うん、45自体が廃刊になると、うん、でこれに関してまたここで、まあ、今これちょうどありますけど、新潮で高橋源一郎さんが文芸評論家小川栄太郎氏の全著作を読んで俺は泣いたという、うん、初めは便所の落書きだと言ってた、うん、高橋さんがこういうふうにこう転校されるということでね、さすが左翼というような気持ちなんですけども、まあ、ちょっと冗談で左翼とか右翼とかっていう話なんですけど、うん、僕はねこの LGBT の問題で小川さんがあるね、アメバ TV かな、アメバ TV って言って今そこでね、あの明治大学の教授とねいろいろ話をしてた時にね、小川さんやっぱ僕ちょっと弱いなと思いましたね。つまり彼はねどっかね、これは僕のあれですよ、あの個人的な考えですけどね、確かにね過激なことは言ったかもしれないけれども、あのその後ね、なんていうか、まああれは文学だから的な感じで言うようなスタンスなんですよね。別にあれは僕は過激なことも言うし、だから僕はね、あとね小川さんって人ね、まあ、まず一番悪いのは僕は杉田水脈さんだと思いますよ。やっぱりこれはね国会議員でありながらね、本来法制度を変えるのが議員の仕事なのにね、でしかもやっぱり事実誤認があるわけだし、別に LGBT の方々にあの税金とか投入されてるわけじゃないんだから、やっぱ生産性ないとかいう発言を一個取ってもね、やっぱそれはあの杉田さんちょっとそれはないよと。僕は彼女のなんていうかな、せこさ、つまり議員当選、まあ、彼女はもともと次世代の党からあの自民党に移ってね、近畿ブロックかな、で比例1位になったと、まあ、この比例1位もあれでしょ、この前なんか他の番組に石破さんと安倍さんで討論の時もちょっと出ましたよね、つまり知らぬ間にいきなりあの比例1位になってたと、うんうん、だから彼女はねやっぱり自分の選挙のことを考えてね、いわゆる保守層を取り込むことが今一番なんですよ。でそういう時にちょっとそういう過激なことを言えばね、あの保守からは来賛される。だって現にその後もね、あるなんかどっかの講演会でまた南京虐殺はなかったとかそういうことを言ってるわけですよ。別に僕は南京虐殺あったかなとかどうでもよくはないけども、それは中国の言う数字はおかしいと思うけど、でも本質はそこじゃないじゃないですか、いつも言う。で、まあ、ごめんなさいちょっと長くなりましたけど、杉田さん一番おかしいと思って、でそれに対するね小川さんもね、やっぱりあれもね、なんていうか内容的には、まあ、先生はねある程度あれですけど、僕はね全然なんかそんなに騒ぐほどのことでもないという感じで、むしろだって面白くなかったから、全然言ってることは過激とも思えなかったし、何言ってるかちょっとよく、それみんなが言うあの性的指向のところ字が違うとかね、それを勘違いしてると僕も思うし、ちょっと間違えてると思うんだけど、で急に小川さんってやっぱアメバ TV の時もそうだし、僕らが行った月刊日本のパーティーの時もそうですけど、だから急にねなんかで、ね、喋ってて激高するんですよね、いきなりこう大きい声出し始める、うん、なんかね石原慎太郎さんにでもなりたいのかなみたいな。石原さんの場合は面白いからいいんだけど、小川さんちょっと面白くないからね、なんかそこが僕も杉田さんも小川さんもそうだけど、あんたたちがそんなこと言うのみたいな感じで、でまあそれに言って高橋さんですよ、高橋さんとか最後のこの便乗の感じがね、もっと一番最悪というかさ、このなんていうかそのここで揉めてたら急にね、あの初めは便所の落書きとかってツイッターで言ったのに急にこういうこと言ってね変わってっちゃうあたりもさ、なんか逆に言うと一番火消しにかかってるのがこの人だなっていう感じで、まあそれはもう文学賞とかその文学者、あごめんなさい、新潮とかね、そういうの含めてみんなで臭いものに蓋をしようとしたのかっていう感じなんですけど、どうですか、ごめんなさい、なかなかと思います。いやいや、ね、僕はね、今回のその LGBT 騒動、なんだっけ、BT 騒動っていうのはね、結構、大問題っていうかね、この問題でね、何が大きく明らかになったかっていうとね、やっぱり、僕は今までエセ保守って言って批判してたんだけど、この人たちははっきり言って論争をやらない、うん、自分たちの中で盛り上がってたわけでしょ。それが今回は佐賀系のさ、まあ、市民運動的な連中とぶつかってるわけ、うん、初めて、うんうん、だから僕はここで論争が始まってるんだと思うんですよ。だから僕は今の時代は佐賀も右派も論争をやらないで自分の知る縄張りの中に閉じこもって、お前すごいすごいって言ってこう
あの自己満足してるわけ、マスターベーションしてるわけ、うん、だからこれが根本的にダメだと思ってるから、今回はあの小川栄太郎はさ、あのいろいろ言われてるけど、小川栄太郎があの身長45に書いたのはさ、まあもう僕にとってはあの読んでみたらまあ面白いわけ、刺激するわけ、うん、あの読者を。でこれにみんなかかって食いついたわけでしょ。で小川栄太郎はそれで普通だったらさ、もうしょぼんとなるかって言ったらさ、しょぼんとなってないんだよ、うん、でまたやり返してくると思うんだよ。そうね、この左派系のね、LGBT のね、市民運動団体とかね、それから立憲民主党あたりからね動いてるあの政治家みたいな連中とかね、そういうなんていうの、初めてね、論争しなくちゃいけなくなって、お互い、うんうんうん、ここ逃げるやつはいるんだけど、逃げるやつは絶対逃げたってやつはもうダメなやつなんだ。ところが本気で論争 しようとしてるのは、意外に小川栄太郎は本気で論争をやろうと思ってるんだけど、こっちが左派系の方からはね、やる気がないんじゃないかなと僕は思ってる。確かに左派兵も結局腫れ物に蓋をするみたいな感じですよね。そう、様子を見てるわけでしょ。だから例えば今回の大きな特徴は、小川栄太郎っていうあのターゲットをさ、みんな絞って、うん、ドブに落ちた犬になっちゃってるから、みんなでさあ叩こうということになって、叩き始めたわけでしょ。そうすると、いろんなやつがさ、今まで何も言わなかったやつがさ、一斉に叩き始めたわけです。そうそうそう。それはさ、彼の LGBT の問題じゃなくて、つまり安倍晋三と仲がいい文芸評論家を倒そうみたいな感じになっちゃってるさ、僕は左派のね、一番いけないところがそこだと思うんですよ、うん、僕は逆に言うと、自分は右派だと思ってるから、右派の立場から LGBT 用語で小川批判なんですよ、僕は、うんうん、だけど結局これも言うとね、結局批判するとお前は左派だみたいになっちゃう、衛生保障からするとね、うんうんうん、これもおかしな構造になってて、本当は本来は問題一個一個に対して右派とか左派って変わると思うんですけど、うん、僕は立場っていうか、だから 僕もさ、別に誰がいいとか悪いとかじゃなくてさ、僕はやっぱり杉田水脈だって、うん、あの論文書いて問題提起したわけじゃん、うん、問題提起っていうのはいいんだよ、別に、うん、そうそうそう、間違ってようと、まあね、確かに実行人があってもっていう、うん、それに対してまた反論が来て、雑誌新潮45自体もさ、反論の特集を組んだわけでしょ。別にか新潮45は間違ったわけじゃないじゃん。やりたかったわけで。で、美穂さんもう反論すればいいんですよ、本当は出てきて。だけど、まあ、小川さんはその後アベマ TV 出てきて反論してますよ。やるけど、杉田美穂さんはね、ずっと雲隠れとか逃げてるんですよ。だからダメなんだ、国会議員だから。あれが一つ、今までのパターンなんだよ。彼女、典型的だとね、言われたら。佐賀県の政治家だってさ、なんかトラブルがあったりするとさ、うんうん、しょぼんとして逃げ回るわけでしょ。うんうんうん、それ僕は政治家なんかそういうことをやっても、まあ、政治家ってさ、もともとそういうやつだから期待してないってことですよ、先生は。で、例えばでも、こうなんていうの、論壇とかさ、うんうん、ジャーナリズムとかさ、はいはいはい、アカデミズムとかっていうところはさ、なんか喧嘩売られたらさ、逃げ出しちゃダメなんだよ、うんうん、戦わなきゃいけない。戦ってさ、どっちが潰れるか分かんないけど、そういうところに行けばいいじゃん、潰れたっていいじゃん、別に。うん、だから文章で僕は小川栄太郎がやったことはね、別に全然悪くなくて、問題って、だから小川栄太郎のにたが書いた論みたいで、今度は高橋源一郎とかさ、うん、星野智之とかさ、作家の星野智之とかさ、それからどっか田畑書店のなんとかっていう、なんだか、うん、大月真嗣とかっていう人たちがさ、一斉に叩きまくるわけじゃん。江川翔子とかなんかもそうだったっけ、江川翔子、それから武田って、砂鉄とか、砂鉄じゃなくて砂鉄ってのは鉄につくこういうの、わけのわからないやつがさ、文学界とね、スバルも調べたらスバルも連載してんだよ。だからこういうやつがなんでさ、こんな文芸誌のさ連載ちょこちょこやってるのって言って、よく今の時代を象徴してんだよ。どこでもいいやつが連載持ってんだよ。なんか その人にさ、僕なんか文学的興味持って、批評的興味持ってさ、読みたいと思うような文章だったら、なるほどってわかるけどさ、どうでもいいさ、なんか下ネタみたいなことで書いて、くだらないぐちゃぐちゃ書くようなやつがさ、連載持ってさ、それが今の文芸誌なんだよ。だから今の文芸誌はさ、読むに値しないんだよって言ってる。文芸誌自体がさ、公衆便所の落書き的になっちゃって、新潮45もそうだったかもしれないけど、まだ新潮45の方がさ、なんか手応えのある、問題提起するってやっただけではない、そう手応えのあることを書いてるんだよ。だから新潮のさ、編集長、編集後期にさ、新潮45は間違ってて我々は抗議したみたいなこと書いてあるけどさ、うんうんうん、逆なんじゃないのと。ほんで新潮の編集長の名前なんだっけ、矢野さん、矢野勝っていう人、矢野優っていう人ね、うん、
僕どっかで名刺交換したことあるけどさ、あの矢野さんたちはさ、新潮の編集長たちはさ、逆にさ全然文学的じゃないと思うよ。だって LGBT のさ、そういう問題が出てきて今ここに揉めって大騒ぎになってるわけで、まあ一部だけかもしれないけどさ、それをさ取り上げて新潮でさ、ここで論争をさ戦わせればいいじゃん。いや本当そうですよね、反対意見も取れて、そう、新潮の中でやればいいってことですよ、うん、逆に。そうだから、なのに勝手に新潮は LGBT 批判の方のとくっついたわけで、で擁護と戦うみたいになってるわけ。だから今文芸誌はさ、そういうあの市民運動とかさ、社会運動とかなんかこうやってデモをかけたりするとさ、そっちに流れていくでしょ。なんかそっちに流れればさ、揉め事が起きないと思ってるじゃん。かつては、ね、逆でしたよね。逆に右翼の方がね、それで出て外戦車回るのが怖いからみたいな話だったのに、今違いますもんね。左翼に批判されるのが怖いから統一しようみたいになっちゃってるわけでしょ。文学に力がないないないでしょ。だから矢野さんたち抑えてるわけでしょ。だって LGBT と思ったら本当は文学に力がないといけない、うん、いやだから LGBT と思ったら本当は、ね、今回はその政治的になってますけど、文学的な問題でしょ。だって文学ではずっとそういうのをやってきてね、うんうん、例えば三島由紀夫、大学生三島由紀夫の仮面の声なんだ、だってそういうのずっと取り扱ってくるじゃないですか、うん、で三島さんだって言ってるのがね、三島先生だっていわゆるそういう不倫とかなぜ美しいかって言ったらね、こういうまああの同性愛のもなぜ美しいかったら世間にね認められないから美しいし、うん、いいんだと。だけども認められて最近認められてるからそういうね純愛じゃなくなってきたみたいなことをかつて言ってるわけですよ。でそういうの問題も論じればいいよね、うん、だからこれともう一個やっぱここでの問題は政治的な問題なのか文学的な問題なのか、これごっちゃになっちゃってて、確か僕は政治的な問題という意味では未だに同性愛っていうのは日本では婚姻が認められないじゃないですか、うん、僕はこれどんどん法整備して認めるのは認めていってもいいと思ってます。僕はだからそういうのもっと議論してもいいと思ってる。そういう今ね、なんでかって言われたら長くなるから言わないけど、それは杉田さんも逆に問題提起したならそうやって言えばいいんですよ。これは国会議員の仕事で、同時にそこでさっき言ってたように、じゃあ例えばもともとそういう人たちは差別されてるのか差別されてないのか、日本はそこで生きやすいのか生きにくいのかって話になるでしょ。そういうとこ文学でまた言っていけばいいわけで、全部こっちは蓋閉めちゃうかおかしい。だからさ、小川栄太郎が言ったのはさ、うん、その LGBT の問題を政治は救えないっていうことを言ってるわけで、うん、あ、まあまあちょっと言い方が違うんですけどね。政治的にさ、いくら解決したって後に残るじゃない。まだその文学の問題としての LGBT とかさ、そういうのでくるじゃん。痴漢だって同じ、なんでさ、痴漢とさ、LGBT と比べたらさ、それがまあデタラメだとかって言ってさ、みんな大騒ぎしてるじゃん。いや、デタラメでしょ、だったらね。全然違うでしょ、だって。だって痴漢っていうのはさ、一つのやっぱり病気であったりさ、その人の宿命的なさ、何かあるわけでしょ、うん、だけどその痴漢する権利も認めてほしいみたいに書いてあったじゃないですか、なんかそんな感じでね。それはあのレトリックっていうかさ、皮肉で書いてある、まあ、まあそうです。LGBT を騒ぎまくるんだったらさ、痴漢だって騒ぎたくなるよって思う、まあまあ、そう言い方はいいんだけど、だからそこで僕はね、面白くないから批判されちゃったのかなとか、面白かったら批判されないと思うんです。だから批判する側っていうのは、あれでしょ、社会的正義を主張しただけに過ぎないんだよ、うん、じゃあ別にいいよ、別にテレビでさ見てるおばさんたちがさ、あ、不倫はけしからんとかって言いながら自分たちはこそこそ不倫してるかもしれないじゃん。そうそう、でもこれはちょっと一旦小川さんかわいそうだけどね。じゃあこれもしね、石原慎太郎さんが同じこと言ったら問題になってたけど、また別ですよね。小川栄太郎の問題っていうのはね、うん、僕に言わせるとね、小川栄太郎がね、普段からね文学をやってればね、いいんだよ、うん、でも一応やってる、やってない、やってるってスタンスでしょ。やってない、うん、でも本人はやってるつもりで言うと思う。いやいや、それはやってるつもりなんだけど、社会的にやってないんだよ。だから今多分どっちかったら小川さんったら政治的な方でね、いっぱい出てくる名前じゃないですか。そうそうそう、いわゆる安倍さん表現者じゃなくて、あっちのああいうウィルとかああいう系で名前見るでしょ、うん、だけど肩書きとしては必ず文芸評論家ですよね。だからどっちかというと本人はそういうスタンスで、いわゆるじゃあ江藤淳とか小林秀夫みたいに文学者として政治を語るっていうスタンスでいたいと思ってるんですよね、多分、うん、でも実際やってないやってないですよね。やっぱり安倍さん擁護しかやってない。だからそういうところが小川栄太郎の弱いところ。そう、僕もそう思います。もしこれが最初から文学を半分ぐらいでもさ、うん、文学政治半分半分でやってる人だったらさ、見るとかそっちでばっかり書いてるんじゃなくて、こっちの方とかでいっぱい書いてれば言わないってことでしょう。半分ぐらいやってさ、本もさ半分半分ぐらいのやつだったら、そうね、最近はもうどう考えても文学だよって言ってこう流れたら、ああ確かに小川さんって文学から語ってんだってなるけど、ずっと政治側から語ってるからってことですね。安倍審判ということで語ってるから、ね、だからもう一つ言うとね、左翼左派系の人たちっていうのはね、安倍批判がねできないんだよ。空回りしちゃうんだよ。だから家計学園がどうのこうのとかさ、あったじゃん、いっぱい森友学園とかも。で、安倍さんがの暴力団を使ったとか使わないとか、そういうことでごちゃごちゃごちゃって安倍批判をみんなやってんだよ。やってるけど安倍さんは倒れないじゃん、安倍内閣は。
そうするとさ、もうあの手持ちなんていうの、駒がなくなっちゃってるわけ。あ、やることがね。で、こういうもんだから。で、今度はじゃあ安倍さんの周りを批判しようって言って、安倍さんと仲いいじゃん、お母さん。僕はそれは正しいと思うんだよ。安倍政権の問題、本質的な問題というのは、安倍あの周りのいるさ、安倍擁護論をやってる文化人の問題だからさ、うん、この人たちは叩くのは当然なんだけど、今まで叩いてないじゃん、お前ら。急になんで叩き始めたの？みんなが叩き出したから叩くんだよ。それはおかしいじゃない。僕はさ、今まであの保守論壇批判をさんざんやったからさ、うんうんうん、これと一緒にはやりたくないと思ったね。あのそああ、だからそっちの左派系の人たちと一緒にしてほしくないってことですね。うんうんうん、同じような保守論壇批判でもね。じゃあお前たち今、じゃあ一人でやってみろよと。でも先生が言う絶対逃げるでしょ、こいつとまた。でもその逃げるってポイントですよね。だから先生が今保守批判してるのは、うん、保守の方が生きがいいからですよね、逆に。小川さんみたいな感じの人たちがまだ少しね、左派に対しても面白くないからってことです、逆に言うと、ね。だから、左派も右派も全部お互いさえダメなんだよ、はっきり言って、今は。だから戦ってと両方とも潰れればいいんだよ、僕に言わせれば。でも、小川栄太郎はそこで潰れるかどうかの問題は別の問題、うん、意外にあれ、潰れないと思うよ。だから、今例えばさ、高橋源一郎でしょ、あの武田砂鉄とかなんか変なのがいたし、その他大勢が大騒ぎしてるわけよ。で、小川栄太郎叩いてるけどさ、お前たちの方が潰れるんじゃない、うん、そうか、それはありますけど、うん、と思うよ、うん、だから僕は今あれでさ、フェイスブックとかブログでさ、あのこの問題ずっと追及してるんだけど、僕は結構大問題だからね、日本の論壇とジャーナリズムとアカデミズムの本質に触れてるから、これは やる価値があると僕は思ってるね。まあ、そう、最後の時だから今先生言うね、まあ、鶴田浩司の歌じゃないですけど右を向いても左を見てもバカとアホの絡み合いということですよね。ありがとうございました。ご覧いただきましてありがとうございました。